皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか今日もご一緒に日本語を勉強していきましょう。今日は、原因、理由を表す表現について勉強していきます。では、最初の表現から見ていきましょう。最初は、〜何々から、ことから、ところからという表現です。これは、〜何々が理由で、〜何々が原因でということを表す表現です。では、最初の例文から見ていきましょう。 一人でこの計画を進めるのは困難であることから新たに人員が補充されることになった。困難というのはこれは実行することが難しいということです。他の言葉で言うと難儀、難儀ということができます。困難であることから、これは言い換えると困難なので、一人でこの計画を進めるのは困難なので新たに人員が補充されることとなった。 または、困難であることからを、困難であることが理由で、困難であることが理由で、新たに人員が補充されることになった、と言い換えることができます。新たにというのは、新しくということです。人員というのは、人数ということです。例えば人、人員転校人員転校と言ったら、人数を数えることになります。 補充というのは足りないところを補って満たすという意味ですね。私がふと漏らした一言から会議は思わぬ展開を見せた。ふとというのはこれは偶然ということです。漏らしたというのは心の中で思っていたことを外に表現するということです。ですから、ふと漏らした一言というのは言うつもりではなかったんですけれども、偶然 言ってしまった一言ということですね。私がふと漏らした一言から言い換えると、私がふと漏らした一言が原因で、私がふと漏らした一言が原因で、会議は思わぬ展開を見せた。思わぬというのは思いもつかないということです。展開を見せたというのは広く広がっていくということです。 つまり、偶然言った一言から、会議が全く想像もしなかった方に膨らんでいったということですね。